こんにちは、佐竹明子です。森林生態系の成り立ちや多様性が生まれる仕組みを数理モデル、コンピュータシミュレーション、そしてゲノム解析を通して解き明かそうというのが私の研究です。生態学、英語ではエコロジーですが、この分野は自然の生物個体、あるいは個体が集まった集団に着目したマクロレベルの生物学として進展してきました。この生態学は近年、細胞以下の生命現象に着目した分子生物学と急速に接近しています。また多様な種、あるいは多様な分子の間の複雑な相互作用から生まれる生命現象を理解するためには、対象を単純化した数理モデルが非常に役に立ちます。私は生態学、分子生物学、そして数理化学が融合した新しい研究領域で自然の不思議を研究しています。ここは九州大学糸キャンパスにある生物多様性保全ゾーンです。ここにはどんぐりをつけるブナ科樹木がたくさんあります。私は大学院生の時にどんぐりの馴れ年現象の背後にある方程式を見つけました。ブナ科樹木の多くはどんぐりをたくさんつける年とほとんど作らない年を繰り返します。この馴れ年現象の仕組みは、繁殖に必要な栄養の蓄積と繁殖への栄養の消費を捉えた数理モデルを用いると非常にうまく説明できることが分かりました。私が大学院生の当時は、繁殖に必要な栄養素とは何か分かっていなかったのですが、その後に開花を誘導する遺伝子の働きをブナにおいて長年モニタリングすることで、窒素量の変動が開花を誘導する遺伝子を制御しているということが分かってきました。ブナの成り年と窒素循環には密接な関連があるのです。私たちは同じ手法を草本や熱帯雨林の樹木に応用することで、多様な開花パターンがどのように進化してきたのかを遺伝子の働きから解き明かそうとしています。私は熱帯雨林への強い興味から研究の道へ進みましたが、現在熱帯雨林は減少し、さまざまな環境問題が生じています。環境問題の解決や予防策に役立てたいという思いから、人間の意思決定を取り入れた数理モデルの分析や生態系の将来予測モデルの開発も行っています。生命の神秘を発見した時の興奮を一度でも経験すると研究はやめられません。この興奮に満ちた研究というアドベンチャーに一緒に繰り出しませんか？